幻の花嫁は、1979年10月29日から12月28日に、TBS、花王愛の劇場枠にて放送された昼ドラマである。ウィリアム・アイリッシュのミステリー小説、死者との結婚を原作とする、テレビドラマ。主演は、柏山文マ・山梨県勝沼町の協力を得て、同町の特産品であるブドウ農家の一家を中心に、 ストーリーが進んでいく。勝沼町の武道園に泉は恋人に裏切られ、妊娠し、死ぬつもりで、伊豆大島行きの船に乗るが、戦場である夫妻と知り合う。妻の太子は同じく妊娠中で、夫妻はフランスで結婚し、大島にある太子の両親の墓参りをしてから、夫の実家の勝沼町へ向かうつもりであった。太子は泉へ、結婚指輪を預けるが、 船が遭難して太鼓とその夫は亡くなる。助かった泉は太鼓と間違われ、太鼓の夫の実家に暖かく迎えられて男の子を出産する。帰る場所もない泉は普通の幸せを手に入れるため太鼓になりすまして勝沼町で生きていくことを選ぶ。泉は一家の人々から太鼓さんと呼ばれながら武道園で懸命に働く。 しかしいつ秘密がバレるかという不安に常に怯え、また善良な一家の人々を騙しているという両親の過酌に苛なまれていた。太子の夫の弟はけなげに働く泉に好意を寄せるが、幸せをつかんだと思ったのもつかの間、かつての恋人が現れて泉を脅迫する。死者との結婚は1960年に映画化されている。原作では、 列車事故により花嫁が入れ替わるが、本作では舞台を、伊豆大島への船の海難事故に置き換えている。なお、松竹映画版では舞台を、瀬戸内海の船の事故と四国に置き換えている。原作や松竹映画版では、花嫁が入れ替わる先は、不遊な家庭だったのに対し、幻の花嫁ではごく普通の農家の暮らしが、勝沼の美しい自然と共に描かれるのが、 特徴的である。また結末も原作とは異なり、ハッピーエンドとなっており、すべてを打ち明けた泉に対し、一家の人々は、知ってたよと微笑んで返す。つまり、皆は、泉が、本当は、太古でないことを知りながら、家族の一員として受け入れていたのだった。ありがとうございます。